どうも柴です。本日は超お得な海鮮丼をペロリンチョしちゃおうのコーナーです。海鮮丼って最近高いで。そうやね、高いねけどね、僕見つけましたよ、すっごい海鮮丼。ほい、こちらです。魚屋八乃屋さん。高そうやで。思うでしょ。うん、見よ、990円。そう、しかもご飯おかわり無料。海鮮丼でご飯おかわり無料の意味がわからん。別でもらったらいいんじゃん。え、それ海鮮丼じゃなくない？海鮮丼おかずにご飯を食うみたいな。その辺も含めてね、調査に行きたいと思います。はい、ということで潜入いたしましたよ。とりあえずお魚に結構こだわってるっぽい。ちょっとそこ見て、イケスに結構お魚おるで。うまいね。の水槽映してられるのにビール持ってるの。おかしいやん。飲む準備してたな、まず。人を後ろ向かしといて。新手な手法や。ほんまに1000円なんかな。好きにならへん。気になるね。なあ、うん。改めてチェックすると990円。ほい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 。やっぱり。で、あら汁は別途250円か。なるほどね。うん、あら汁もおかわり無料やねんや。いい、250円で。うん、ご飯もおかわり無料やろ。うん、あら汁も無料やろ。うん、腹パン確定やん。そうやね。あ、これで解決したよ。あ、そういうことか。あ、ご飯とあら汁ね。うん、うんうんうん、いけるじゃないか。うまいことできとるわ。ちょっと待ちましょう。おー、これおかわり無料なんですか。はい、これ何回も食べれるんですか。そうですね。ご飯も何回でもいけるんですか。そうですね。これはカムサービスじゃないのか。かなり入ってるよ、アラが。なあ。ね、うん、これだけ十分やん。2、おー、海鮮丼すごいじゃん。これはみ出まくってるよ。いただきます。まずあら汁からな、いただくわな。これすごいで、ほら。うん、あ、うまっ。結構ね、味噌はね、薄めやねん。ほうほうほう、薄めやねんけど、うん、こっちの方が魚のうまさ感じる。あ、まあ、なるほどね。おいしい。うん、じゃ、いただくねんけど、なんか食べ方があるらしいねん。おい、見て、海鮮丼の食べ方。まずはそのまま海鮮丼を味わう。おい、それからお好みの海鮮を残してだし茶漬けにするらしい。で、天ぷらを戻して天ぷら茶漬け、天茶漬けですね。おい、にするらしいわ。とりあえずは好きに食べろと。いうことですね。はい、じゃあいただきますね。これが醤油ですね。これな、うん、無理じゃない。じゃあね、これご飯にかけたら大惨事起こるよな。そうやね。ちょっとちょこちょこ食べていこう。じゃあまずこっちに醤油を入れて、でここにちょっとちょんちょんしながらいただいていこうか。はいはい。じゃあホタテ。好きやからね。うん、うわ、甘い。ホタテうまいな。珍しくない？黒だ。珍しいね。うん、死ぬ。うん、うん、おいしい。黒大好き。うん、好きよ。めっちゃ釣ってこうか。何もでもあげるんだよ。お、よと。うん、そんからあれ淀川から軟膏で済んで。やめろ、それはやめろ。それはやめとけ。何？それは食べへんぞ。なんで？純正の天然やで。僕食べたことあんねん。お、そう、美味しい。あの、友達と昔行った時に、うんうん、チム釣って、い、家でさばいて、うん、食べて、食べれた。食べれたんや。うん、普通にうまいなと思った。うん、お腹痛くならんかった。ね、なれへんなれへん。あのね、淀川の魚でお腹痛くなるんやったらね、僕たちね、イワシ食べれないよ。なんで？イワシってね、大阪湾で取れてるものが多いから。そうなん？うん、
大阪湾でイワシめちゃめちゃ取れる。ただ泉州のシラス有名、大阪湾やね、あれシラスってイワシちゃうやん。シラスって大人になったらイワシのはずやね。衝撃。なんで今日一衝撃。いやちょっと待って、間違えてるかもしれんけど、いや確か僕の記憶ではイワシや、イワシになんねん。あ、そうなん。うん、じゃあこれでもうそろそろいけそうやから行きます。はい。おお、完璧や。うん、うん、あ、アジうまうまい。うん、アジの刺身僕めっちゃ好きなんですよ。俺アジフライしか食ったことないからわからんわ。アジフライは美味しいで。うまいやろ。間違いないです。うんうんうん、で第二弾もお好みの海鮮を残して出したんすけど、いきましょう。はいはい、これをここに置くと。はいはい、置いてここに出汁をかけちゃう。なるほどね。あー、これでちょっとレアな感じ、こうなんか炙る感じ。はい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 、めっちゃうまそうやんこれ。うまっ。だしを上からかけることによってちょっとだけ火が通るやん。はいはい、な、それがまたうまい。へえ。いや、ほんまはここに天ぷらをのせるらしい。あ、第3弾。うん、天ぷらたっぷりつけるって。たっぷりつけて、うん、でここにこういくらしいわ。おー、はいはい、すごいいい見栄えやね。いえいえ、そのまま行くんかい。だしに行くとあっさりしちゃうだろ。あ、はいはい、だから、はい、この揚げたての油を味わう。デブやんか。でこれをほんまはこっちに行って、はい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 、行くらしいわ、はいはい、ちょっと食べてみようか。あ、なるほど、ここに結構つけるっていうのは、うん、だしで薄まらん感じになるね。あー、なるほどね。はいはいはい、ちょうどだしと合わさっていい塩梅になる。うん、うまっ。ちょっと待って、坊ちゃんすごいやんこれ。こっちにエビ3匹入ってんねん。の、これすごい、エビ3匹に、うん、アジもおるやん。アジも3匹おるやん。うん、に、これ何、玉ねぎとかちゃいますかね。あ、そうなんかな。草系、うん、草言うな。これはすごい。に、坊ちゃんもあら汁無限やね。そやな。よ、いただきます。おい、お手手ですいませんね。そう言ったか。けどそれすごいいいよね、早いよね、勝負が。うん、馬だれを、うん、ちょっと足した方が絶対美味しい。美味しい、うん、こうね、うん、足して、うん、で、ほんでで、うん、あ、もう外れちゃった。うん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 、あった方がうまい。そのうまだるめっちゃうまいよな。うん、うまい、うん、似合うな。うん、これ仕事の合間にね、これお昼ご飯に、まあ、全部入ってるからな、丼は。うんうん、うん、ありがとうございます。天丼です。はい、だしがめちゃめちゃうまいねんけど、これやちゃうわ。何何、だしは、うん、だしでうまいねんけど、うんうん、味の決め手はやっぱりかけた醤油と甘だれ。甘だれや。いい、うん、めっちゃ味のしっかりしたお茶漬けになってんねん。おお、俺もやりたい、早く。うわ、これうまっ。これいいわ。でもその先にクラッシュしとかなかったじゃん。え、だし入れてからじゃあかんやろそれ。これ生で食べるべきやったやん。いや、これな、うん、意外にだしと相性抜群で、うん、ちょっとカニしゃぶしゃぶした感じになる。おう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 、
うん、ちょっとエビが苦手なんですよ。ちょっとエビの味噌感が苦手なんですよ、うん、だし入れてからの方がいいかもしれない。なるほどね、うん、あ、これこれええわ、最後のだし、うん、あら汁とご飯おかわりお願いします。ありがとうございます、すいません。はい、ありがとうございます。なんか急に失踪になったぞ。結論言うと僕これ好きやで。確かにね、うん、落ち着くね、うん、うまい。あ、そう、あれ海鮮丼のポイントとしては酢飯じゃないから、うんうんうん、あの苦手な人少ないと思う。ああ、なるほど、うん、もうそろそろ置いていいですか。あ、もうどうぞ置いてください。とってもしゃあないな、地味やから。あ、地味やな、確かに、うん、味噌汁とご飯食ってるだけやる、うん、地味。骨牛しすぎやろ。え、骨危ないから。マジで僕この骨が刺さったあの深夜のあの、ね、救急センター行ったことあるから。タイの骨が刺さりまして、んで、うん、でギャン泣きにしとった親父が、白ご飯食って飲み込んだらな、取れるんやそんなもんはって言って、うんうんうん、やった瞬間もっと刺さって、うんうん、なんか夜間空いてるところを連れて行ってもらいました、うん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 、ほんでお医者さんに、会いたかったやろって、白ご飯飲み込んだらいけると思ったんですって言ったら、うん、そんなんいけるはずないでしょ、押し込むだけやん。そりゃそうやな、そりゃそうやな、押し込んでるだけやな。で帰ったらもう親が寝てたということで、大満足でごちそうさまでした。ごちそうさまでした。検証の結果、はい、本当に990円でした。安かったね。これね、安いよね。うんうん。なんか、2回楽しめるやん。うるさいぞ。ジャベリンで行っていい？いいよ。ジャベリン届きそうやね。今ちょっと静か、早く、早く閉めて。オッケー。静か、今ちょっと静か。ごちそうさまでした。はい、世の中うまいこと言うですよね。ごちそうさまでした。いや、よかった。海鮮丼も990円やったし、うん、2回いた。またちょっと向こう行こうか。一緒ってやってということで、ごちそうさまでした。はい、3回目、はい、もう強引に行こう、強引に行こう、はいはい、ほんまよかった。ご飯おかわり無料やし、あら汁もおかわり無料やし、はい、あと何よりポイント高かな、お茶漬けがすごいイケてた。よかったね。あれお茶漬けええと思うわ、うん、ぜひみんな来て、うん、あの一度に二度おいしいから、やってみてください。デブの人は一度に三度おいしい、なんでかというと、ね、猫まんまもできちゃうからね。おお、ほんまや、そうや。ということでね、うん、本日もありがとうございました。今日もデブになっちゃったよ、ほんとに。もうええぞ、なんぼ飛んどっても、もう終わったぞ。もうええぞ。行くやん、行ったぞ、行ったぞ、行ったぞ、終わったら行ったぞ、終わったら行ったぞ、どんどん向こう行きよった。おい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 、終わったら行ったで、ほんま行ったで。ちょっと人生うまいこといかんな。